渋谷ヒューマックスシネマで今ボーダレス芸術祭フォトコンテストの作品展示が行われています。去年初めて開催されたこのコンテストは18歳までの子どもたちと子育て中の人であれば誰でも応募することができるのが特徴です。一人一人のお子様が自分の持っている能力を、存分に発揮していただいて、言語や性別や年齢や国籍なんか、そういったものを少しこう一旦置いといて子どもたちと一緒に、大人だけの目線ではない社会を作っていけたらなというきっかけで始めてきました。今回のテーマは多様性と相互理解です。ますます地球上に住んでいる人々がそれぞれの思いだったりとか生活の形っていうのがあると思うんですけども、それをそれぞれが自分らしくあり続けながらも自分以外のものも理解をしながら温かい地球であってほしいなという大それたテーマを掲げながら やらせていただいてます。会場にはおよそ40点の写真が飾られています。霧みたいなのが出てきて宇宙人が出てきそうだから面白いなって思って、あとは綺麗に撮れたっていうのもありますね。目黒区にあるグリーンカフェ西郷山でも展示が行われ、どちらも12月27日まで開催されています。